相方が年末に骨折したのですが、皆さんの過去の大怪我を教えてください。お笑い的にのやつでも大丈夫ですって、多田さんから。もう怪我なんか持ってこいやんか。そうですね、まあ12箇所折れてますからね。今までにね、はい、ほんまに、はい、この間のが12個目やったんで。僕だからあの珍しい骨折でいくと、うん、あのボクサー骨折って言って、あの何殴ると、うんうん、あのここのね、あの、はいはい、手首の付け根みたいなのがこう、うんうん、細い骨な、細い骨が折れることなんですけど、うんうん、僕それあのボクサー骨折になったことあるんですけど、うん、それも別にあのよくあの酔っ払って壁殴ったりとかしたりとかした人が折れたりとか喧嘩して殴り慣れてない人がなったりするんですけど、僕はあの普通にあの座っててで起き上がろうとして、でこうやってね手ついて、でこうやって起き上がったらボクサー骨折いますダッセジジイというかババアやろな、分からへんけど、何その骨折。あの時拳握っとかんかったらよかったんですよ。こうやってこいつ今も大概なんですよ、骨の中に俺鉄入ってるんですよ今。マジで。そうです、あのチーチクみたいな感じですよ。お前右腕チーチクなの俺今チーチク状態でやってるんですよ。そうなん。そうなん。痛ないの？なんかないですけど、あの電気がやっぱ良くなくて、あのまあ今の鉄になってからはあれなんですけど、前の鉄の時は、うん、すごいんですよ、あの低周波治療とか、ね、ほうほうほう、あのよく罰ゲームあったじゃないですか、でてて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 でーみたいな、うん、あるじゃないですか。それがこっちの手やったらてててててててでーぐらいなんですけど、うん、こっちやったらてて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 てめっちゃ行くんやん、めっちゃ行くんってなる。おもろいやん。いやいや、もうだから僕もいやめこんな反応すんのかっていうぐらいで、もう自分でもこれ嘘、自分でやってんのに嘘ちゃうかなと思ってたんですよ。もう俺がなんかもう変なスイッチ入れてもらったのかなとか思ってて、こんななるかね、なるわけないわと思って、うん、俺も普通にたまたまなんかみんなでこの銭湯行って、うん、で電気風呂入ったんですよ、うん、で電気風呂入って普通に喋ってたんですよ、うん、なんかここら辺なんか漂ってんなと思ったら、うん、俺もう全然意識ないんですけど、うん、俺右手混ぜてたんですよ湯を。え、電気風呂で、電気風呂で、ちょっと反応してこうやって混ぜる。マジで、はい、